はい、どうもこんにちは、まさやんです。本日も FF8 リマスター版続きやっていこうと思います。今回は、ディスク2に入ってから初めてのキャラクターカード編となっております。で、内容はですね、ミサイル基地に行く前にデリングシティにいるカーウェイ邸にまた再びやってきますと、カーウェイ大佐が戻っております。まあ、事実上ね、あの軍からカーウェイ大佐になっておりますが、いろいろ聞くことができます。そして、一番この下ですね、カードのことを聞くと押しますと、私は娘のカードを持っている、だけどそんな簡単には処分に出さないよと、もし君はイフリートのカードを私にくれるのならば私も考えよう、当然勝負に勝たなければ娘のカードやらないがなと言われます。なので、適当なカードをねちょっとしておきましょう。ね、接待っていうのは大事ですからね、世の中。はい、でも負けました。確かにいただきました、頼むよ。この間もらったリフィートカードは酒場で一戦交じる時に取られちまって、なんでやねん、いつ取られたんや。ん、相手元ガルバリアガーデンのマスターのドドンなんだよ。昔と同じイリアに追い出されて放浪してたけどね。ということで、カードを確認いたしましょう。どこにあんの ?FH ミラーパネル。はい、まだまだおかしいですね、場所が。なんで FH にっていう感じです。まあ、ここ行けば多分後日取れるんだと思いますが、今は取れません。また行った時にね、ちょっと取り返しましょう。はい、来ました。あ、横横か。ここだからな。ここで固めるか。ここじゃひっくり返せないの、絶対。うわ、A は強い。横、6、9個でかすか。あ、しまった、ここだ。下はよかった。やった、勝った。はい、ニノアのカードゲットしました。はい、やり。ありがとうございます。ね、先ほどお話ししたおカードは、後日、まあ、知っている方はおられると思いますが、フィッシャーマンズホライズンという場所がございます。で、そちらにですね行くと、このカードがありますというか、カードを持っています。ドドンナさんがね、この方からカードを回収することができます。では、本日もね、ということで、ちょっと変な感じですが、本日もね、ご視聴ありがとうございました。キャラクターカード編ディスク2に入ってからのですね内容でした。で、これで、ね、キャラクターカードは4枚で、GF は1枚取られましたが、まあ、FH に行けば取り返すことができると思いますので、大丈夫だと思います。だいたい埋まってきましたね。まあ、2番3番、あ、これのカードはまあちょっと多分叩けばね入るんですけどね。でね、引き続き、ね、カードの方回収していこうと思います。まあ、とりあえずですね、一発目うまいことね1回目に出てきたんで、早々と終わることができました。これからもですね、キャラクターカード編、GF ね、カード編の方を
も含めて上げていこうと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。では失礼します。